エクセターホールを描いた版画から複製されて1905年に作られた絵はがき。1840年代にエクセターホールの大ホールで開かれた王立人道協会の集会。1846年にエクセターホールで開催された反穀物報道名の集会。エクセターホールはロンドンのストランドの北側に位置していたホール。 1829年から1831年にかけてエクセター取引所の跡地にジョン・ピーター・ガンディの設計により建設されたが、このガンディは先見性のあった建築家として知られるジョゼフ・マイケル・ガンディの弟である。敷地はかつて代々エクセター伯爵がロンドンの住まいとしたのエクセーターハウスの跡地の一部であり、後にサボイホテルが建てられた場所と、 ほぼ対面する位置にあった。正式な開業日は1831年3月29日であった。ストランドに面したファサードには中央の玄関に大きなオーブが設けられており、コリント式の2本の円柱の背後、街路に面した店舗より高い位置に出入り口が設けられていた。小ーホールはおよそ1000人ほどを収容でき、主ホールのオーディトリアムは4000人以上を収容できた。 エクセターホールでは各種の宗教的な集会行事や事前目的の集会などがしばしば開催され、1827年に創設されたプロテスタント改革協会や、1835年に再建されたプロテスタント連盟、1831年に創設された鳥にテリアン聖書協会などがここを利用した。1834年6月30日、 南オーストラリア協会が主催した南オーストラリア自由植民地の創設を訴える7時間に及ぶ大規模な公開集会がここで開催された。反奴隷制協会もここで集会を模様しており、同様の重要な政治集会がしばしば開かれたことからエクセターホールは奴隷制に反対する勢力を意味する寛容表現となっていった。当初からの集会場としての機能のほか。 この施設にはキリスト教青年会の本部が置かれ、またセイクリッドハーモニック協会のコンサートホールとしても利用された。エクトルベルリウォーズは1852年に初めてエクセターホールで指揮し、1855年にも再びここで指揮をした。エクセターホールは J. ライオンズカンパニーのグループに売却され、1907年7月27日に 所有権が移転した。建物は解体され、跡地にはストランドパレスホテルが建設され、1909年9月に開業した。ありがとうございます。